旅行業務取扱い管理者、そして何種の旅行業を取得するのか、であとは資金調達、大きく言うとこれぐらいの課題が立ちはだかりました。やりながら分かっていったのでできましたけど、全部のことを今分かってたらなんかこうやりたくないですね皆さんに言うのは悪いですけど、まあでも何の知識もなくてこうやってきたからやれたし、まあいろんな困難もいっぱい受けたと。で、分かってやるといろんなことは避けられると思いますので、そういうつもりで聞いてください。まず1番目、法人格、まあ、ざっくりこれくらいの法人格があるんですよね。どれでいこうかと考えたときに、まあ収益事業も伴いますけれども、基本スタンスとしては地域の循環支援組織であるため、行政と民間の双方とパートナーシップが取りやすいというような意味から、まあ、なんとなく一般社団法人という方が地域の受けもいいやろうなと。株式会社で行くとですね、一会社の言うことなんてなかなか聞いてくれないですよね、一旅行会社だったら。ただなんとなく公の匂いがするので、地域の人たちも聞いてくれる気になると、そういう意味合いの持つ一般社団法人という便利な法人です。これはこの中で一番作りやすいんです。実は NPO 法人なんかよりももっと作りやすい、縛りがない、まあそういうのもあって一般社団法人ということを決めました。ただでもこういうことを決めていくのに1年くらいは時間を費やしました。はい、次に旅行業の種類ですね。これはね、つい最近の新しくなった旅行業法のものをホームページから抜粋したんですけれども、流浪がやるときには1種2種3種の3つしかなかったんですね。最近はこの地域限定型というのができてもっと緩くなっています。でも3種と地域限定型ってそんなに大きな差がないんですよね。で、私たちはですね、広域なエリアでもありますし、まあ2種で行こうということを決めたんです。で、2種は日本全国の募集型の旅行を造成することができます。3種は拠点のあるエリアと隣接する地域なんですね。隣接する市町村が、まあ、できるという、そういう違いがあるんですけれども、もっと大きく違うのはお金なんですね。3種と2種の間には非常に大きな開きがあります。これちょっと見にくいんですけど、2種だと1100万で、協会に入れてもらうことによって220万になり、でも基準の資産が700万だから、まあ1000万近いお金がないと旅行業取れないですね。で、3種になるとですね、これが60万と300万ですので、うんと楽なんですね。で、まあお金を集めるのも大変なんで、最初は3種でいいんじゃない、力がついたら2種にって、こうそんなことみんな言ったんですけど、もう頭を下げるのは1回でいいんですよねもうね、100万もらうのも300万もらうのも一緒なんですよね。なのでもうめんどくさいから2種で行きましょうと、1000万集めればいいんでしょっていう、まあここら辺がね、女性強いんですよ。女性頑張りましょう。男性はね、失敗したくないし、メンツもあるし、もうなんかこう成功する方に成功する方にってこう物事をやる、手堅くやるんですけど、結構ずぶといのが女性なので、まあ失敗したら失敗した時のことでごめんなさいでいいやみたいなノリで2種に決めました。で、これがどんなところからお金を出してもらったか、この頃になると必ずしも流浪の存在を無視できなくなって、いくらでも出してくれる感じでした。でも250万にしました。それはですね、まあ、1000万ある中の 25% を超えると、議会の報告とか承認とかなんか面倒くさいことがいると聞いていたので 25% にとどめました。そしたらあと750
50万は自力で集めなきゃならないということになるんですけれども、どんなふうにして集めたかというと、各看護協会がこのメンバーですので、そこから50万商工会議所にお願いに行きました。80万そして地元の金融機関も行きました。これは地域にとって重要なことでしょうと、まあ、OH って叱るべきみたいな大きな顔して150万。そして企業、これはあの田辺にまちづくり会社というのがあって、そこからもいただきました。あと、これはね、企業といううちの一つは、この時個人的にこの着地型旅行業をやっていた内野さんという女性がいたんですね。でそこの内野さんを巻き込みました、この組織に。で内野さんも一人でやるにはもう大変な時期だったんですね。うまく立ち上げてやってはいたんですけれども、この先の持続性が見えないという会社としても、じゃあ内野さんここでやりましょうよ、その代わりでもその内野さんあなたもお金を出しなさいと言って出させました。確かに内野さん100万出させたと思います。で町づくり会社からは20万、であとの50万はこの旅行のシステムを組んだソフト会社、ソフト会社にも50万出させました。出させました。で個人、これはまあ、 私や他の役員、それからこの、 DMC を立ち上げるのに関わっていた大学の先生がいます。多分まもなくこちらにいらっしゃると思う高橋先生。あ、もうあった。2回目で。あ、そうか、はい、その高橋先生にも出していただいております。でも高橋先生はその時に僕も出すよって言ってくれたので100万いただきました。まあ、そんなこんなで、まあ、1000万を集めました。でこの集め方としてですね、期間があれば細かく大きな人から集めるというのも一つの手なんですね。1万円を重ねていく。でも期間も少なかったし、もうなんかたくさんの人に声をかけるの面倒くさかったので、あんまり利害関係のない人たち、なんか旅館の親父さんとかもらうとややこしいじゃないですかね。なのでそういうのを避けて全く色のないところから1000万集めました。そんな風にして集めましたけれど、まあ、これはですね、私が本業で商売をやってるというのも、まあ、一つのメリットなんですよね。商工会議所とか金融機関とかとのお付き合いが結構深かったので、厚かましいことが言えたという。これが市の職員さんとかなら絶対無理ですよね。その頭下げてお金をもらいに行くというのは、まあ、一番苦手な範疇だと思うんですけれども、まあ、民間でやる場合そんな平気ですよね。まあちょっと預けてもらったらいいっていう感じで、ただその、株ではないので出資金ではないので、これは利息をつけて返す必要はありません。この元金そのままを返すという、このうち何人かはもう返しております。返してほしいという人たちからもうすでにこの1000万を超える代替資金がプールされておりますので、そういうこともできるようになります。でも最初にした計画がですね、本当にね、これ立ててくれたんですけど、ものすごいうちはね、もう平成35年ぐらいにならないと、もう1000万の代替資金が積めないことになってたんですけれども、もう本当に 2,3 年で1000万はみんなにお返しする分ぐらいが溜まっています。でも最初はこれぐらい地道に考えてみんなからお金を集めたんですね。ですので、まあ、35年ぐらいまでは皆さんにお返ししなくてもいいし、まあ、返されても迷惑だと思いますので、まあ、預かっておこうかなと思ってます。はい。それから、ユーロと契約することによって顧客というか契約事業者さんにどういうメリットが生まれているかというのはちょっと
ていただけたらと思います。で、そのウェブで予約システムを組んだとこう言うんですけれども、表向きは非常にハイテクなんですね。海外のどこからでもインターネットを使って予約システムに入ります。でもこの一旦受けた予約は我々この電話でですね、各お宿に確認するんですね。12月1日ドイツから2名なんですけれども、受け入れてくれますか、お部屋空いてますかみたいな、あ、いいですよって言ったら、今度はウェブ上で申し込みのお客様に OK ですよと返すんですね。で、普通でしたらウェブ予約っていうのはもう瞬時で、ね、いけるんですけれども、何しろ高齢者の事業所も多いし、ウェブ環境にない人たちもいっぱいいますので、そのなかなか、それから英語も話せませんね。だからその中立ちをこうやってるんですね。で、もう一つこのクレジットカード決済というのをやっています。結構ね、外国人というのは何もなくキャンセルしてくるというか、そのキャンセルの報告もなく来ないというケースが多くて、取りっぱぐれるんですよね。でもそれは日本のスタンダードであって、海外のスタンダードはそんなもんだということなんですね。でそれで我々はそういうことがあっちゃならんので、まずこの予約の成立は決済をもって成立ですってするんですね。だからまず決済します。取りっぱぐれることないんですよね。たとえ来なくてもきちんとした約束ごとに基づいて 100% 事業者様に行きます。ただしキャンセルは自由なので、1ヶ月ぐらい前でしたら全額お返しするようなことをしています。とにかくまずクレジットカードで決済する、この仕組みを作りました。でもこのクレジットカードの決済というのは我々の経営にとって非常に圧迫するものです。クレジットカードの手数料っていうのは結構数パーセント、5% とか 6% とか取られたりするんですよね。最初すごく厳しかったです。もうわずかな手数料しかいただいてないうち の, その真水純利益から 5% 持っていかれるともうきついんですけれども、でもこれがないと地域の人たちに迷惑がかかるというので、これも泣く泣く導入しました。で最後はもう今度はまた予約が確定したことをファックスで契約者様に流します。で、そしたら契約者様はもうあとは再考をしていただくだけで、ワークショップもいっぱいやっていますから、コミュニケーションはまあまあ取れます。決済のことも言語のことも別にいいと。ただし我々のスタッフは24時間これ肌身離さず持っています。いつ SOS がかかってくるかもわからない、まあ、旅館の人が夜中に何か困ったトラブルが起こったというと、これを鳴らして通訳して会話をするという、まあ、こういうことまでやっていますので、スタッフは大変なんですね。365日24時間です。ただし最近非常に減ってきたって言います。結構コミュニケーション取れてるということですよね。ものすごくしょうもないことで良くなったらしいんですけども、最近ほとんどならなくなったんですが、はい、つまりですね、外国人個人旅行者とそれから地元地域と結びつこうと思えばこういうことなんですよね。ところがここに大きな2つの壁があって、言葉と決済、これをきれいに取り除いてあげると気持ちよく交通整理ができる。この役割が田辺熊のツーリズムビューローと、そういうことかと思います。ですので、まあそれほど大利益にはなっていませんけれども、まあ地域の循環支援組織としての役割を果たしているかなと。これが我々の契約者様との手数料率です。これを
決めるときにもね、理事の皆さんとめちゃくちゃ揉めたんです。というのは田辺市内だけの事業者さんじゃないですよね。田辺市のみんなで頑張ってるのに、よその市町村も同じ両立かみたいなことを言い出すわけですよね。ですのでちょっと差をつけたり、あるいはちっちゃなお宿と大きなお宿、あるいは値段によって差をつけたりとか言って、もう考えに考え抜いて今これでやっておりますが、これでもなかなかうまくいかない場合は、まあ我々スタッフの裁量に任せるということまで理事会で承認をさせて、今ではこう契約事業者さんを増やしています。例えばですね、この7000円ぐらいまででしたら、しかもお部屋とか、収容人員が50人ぐらいまででしたら 10% で、括弧の中は田辺市内観光協会に入っているとかそういうのであれば 5% なんです。ですからまあ7000円だとしたら350円いただいていると。そんな中からカード手数料を引かれすると本当に残らないんですけど、まあ最近ではカード会社と交渉して手数料率を下げてもらったり、いろんなことで経営努力が実って結構利益は残ってますけどね。まあ、こんな感じです。はい、これが売上です。昨年度1億9500万ぐらいまで売り上げました。ほとんどが海外からのお客様です。この2億円ぐらいの売上なんですけれども、これが全部地元にとどまってるんですよね。ここに大手エージェントが入っていると 15% ぐらいもう何も言わずにどっかに行くんですけれども、全額地域にとどまっていて、で回っていきますよね。このほとんどがまあまあその契約事業者さんのところに持っていくわけですけれども、ビューローにとどまるのは 10% から 15% ぐらいです。これがまあどんな国から来ているかということですね。大使館の名前が来ますけど、こんな欧米豪と最初に、ターゲットを絞り込んだその通りになっています。で今ではもうすごくこう苦労して契約を結びに行った合計が141にまで増えています。もちろん田辺市内だけじゃないです。奈良県とか三重県にも契約事業者さんがいます。いないと困るほどは歩けないですよね。そこのお宿にと契約してもらえないとこのルートは紹介できないというポイントがあるんです。高野山から、熊野に降りてくるところでは野瀬川というところに一軒だけお宿あるんですけれども、そこのお宿と契約してくれないことには小ヘチという状況は乗せられない。だから必死で何度も何度もか通って契約を取りに行ってくれました。手数料まで払って外国人なんか止めるの嫌やって言われたらもうそれでおしまいなんですよね。めんどくさいですよね。でも何度も何度も説明して、そこはもう我々にとって本当に必要なのでお願いしますということで頼んで頼んで契約事業者さんになってくれたところもあります。でこれが、入れ込み客数なんですけれども、世界遺産登録されたのが2004年です。その時の宿泊、田辺市内だけの宿泊が44,000円で、震災とそれから同じ年に大水害があったんですね、紀伊半島で。で、ガクンと落ちました。で、今またほとんど同じような数字になっております。世界遺産の賞味期限は3年とか言われてるんですけども、結構検討してると思います。ただし、この数字の中身が違うことをちょっとお伝えしたいと思います。これ、今の熊野古道沿いの写真です。かつて世界遺産登録直後はというかこんな絵面だったと思います。これ熊野古道の写真じゃないんですけども、ネットからちょっと簡単に撮ったものですが、観光バスで来て
こういうガイドさんの旗の後ろをついて歩くようなこういう観光のスタイル、いわゆるマス観光ですよね。その44万人とこういうふうにしてきている44万人と、さて皆さんもどちらの絵面を北極星にしますかというちょっと投げかけです。風景が違いますよね。熊野古道にふさわしい風景はどう考えてもこちらですよね。個人のお客様がきちんと熊野古道を歩いてくれる。こちらはほとんど熊野古道とかは歩かないですよね。ポイントポイント観光してまいります。はい、最後に、この着地型旅行業サラベス熊野ツーリズムビューの特色です。外国からの個人旅行者にも対応しております。旅行手配ワンストップで、お宿の予約だけじゃないです。ガイドから荷物の搬送、お弁当に至るまで熊野古道を歩くということについてはここに申し込んでいただければ全部賄います。地域県域を超えて旅をサポートしています。地元の現地情報やネットワークを生かしたきめ細やかなサポートをしています。新しいサービスや雇用の創出が生まれています。外国人がたくさん来ることによって荷物、大きなトランクを次のお宿に運ぶというビジネスが必要になってきました。今では5社というか 5事業所、6事業所あります。結構いい値段で運んでるんですよね。1個3000円ぐらいで、3個もあれば9000円ですよねで、まあ、そういう事業者さんとも全部契約をして最初に予約していただいておりますので、聞いた鍋に着いたらピックアップできます。そうすると熊野古道は一つで歩けるという。それから先ほども申し上げたように手数料等が着地にとどまります。ここが大事なところなんですけれども、観光というと旅行者と旅行関係事業者だけのものと思うんですけれども、やっぱり地域の人が満足して嬉しくなると観光地にはならないんですよね。そしたら訪れる人たちもなんかここいいところだな、また来たいって思うんですけれども、もう自分たちには関係ない、そう感じられるとやっぱりサスティナブルにならないですよね。熊野古道もその直後、登録直後はね、地元の人たちそういう感想だったんです。こんなにたくさん急に来られたら洗濯物もしとかれへん、恥ずかしいみたいなね。だからせっかくたくさん来てくれてもちょっと嬉しくないというようなことがあったんですけれども、役場の人たちが本当にこうきちんと説明したりしながら、今では本当に気持ちよく受け入れてくれてます。外国人に話しかけたりちょっとお茶を差し上げたりしながら交流してくれてます。なので訪れる人も気持ちよくまた来たいと思ってくれる観光地になりつつあるのではないかなと。でこういうコントロールをするのも DMO の務めかなと思います。まあ、私たちは地域コミュニティと旅行者をつなぐグラスルーツシステム、まあ、草の根のシステムをやっているという、まあ、こんな組織になってきたということです。こんな感じです。今では、で、まあ、いくつかの例があるんですけども、もうこの辺で終わらないと先生との掛け合いができないので地域の巻き込みという部分です。また時間があるときに後ででもお話しさせていただきたいと思います。とりあえず一旦ここで終わらせていただきます。ありがとうございます。